おはようございます、やんちゃです。2022年5月20日金曜日の朝です。タイマー、はい、金曜か本当に曜日を言うようになってよかった。金曜かーってなるから生きてれば週に1回は金曜日が来るわけですけど、はあ、金曜日になるとね、果たしてわしはこの1週間何をしていたんだみたいななんかそれなりにいろいろやった気はするんですけどね、はい、なんかもっとでかいことを成し遂げられるんじゃないかという、なんですかね、淡い期待があるからこそこうやって金曜日にもっとどうにかならなかったのかっていう、はい落胆があるわけですよね。ってことは裏を返せば自分で自分に期待しているということなので、いいことそういう話になるわけですよ、はい。今日のトピックですけど、さっき気がついたんですが、このいつも使ってるスリッパがなんか壊れたこれなぁ、いつ買ったんだっけなぁ、なんかそんなに古くない気がするんだよな、去年だよなぁ買ったの。なんか割とナイキのサンダルっていうかスリッパって壊れやすいっていうか、これの前に履いてたやつは確かなんか足に触れる部分からあの針金が頭を出してきて足にザクザク刺さるっていうそういう壊れ方をして買い替えたんですよ。いつだったかな、買ったの忘れちゃったな。でもまあ履き心地もいいしデザインもいいので、ナイキのスリッパはまあまた買うとしてもナイキのスリッパを買うんですけど去年の夏かな買ったの。まあ1年持てばいっか、そんなに高くないしな、3000円とかだったし、はい。なのでちょっと近いうちに新しいスリッパを買わなきゃいけないです。なんかナイキのスリッパって、まあ、これ3000いくらとかだった気がするんですけど、もう3000いくらのやつもあればなんか2万円みたいなやつもあってなんか店とかナイキのストアとかで、あ、オンラインストアとかで見てると、お、いいじゃんこれと思って開くと2万円とか1万8000円とか書いてあるやつがあって、さすがにな、まあどうなんだろう、1年で壊れてもいいやと思ってるものに1万8000円あんま出したくない、はあ、ましてやね3000円台で買えたりするんで、どうしようかな。そろそろでも夏物ですよね、あのアパレルで売ってるのって、服もそうですし靴も、だからまあ新調するにはいい時期、はい。なんでちょっと次の散歩かな、明日明後日とかの時にちょっと流山お鷹の森で覚えてたら買うか、はい。こんな感じでした。でなんか昨日長女の塾の入塾テストがあるからなんか行かなきゃって言って行ったわけですけど、その時に、まあ、せっかく外出するからコーヒー豆を買おうって思ってたんですけど、すっかり忘れてて結局買ってないですね。で今日これ入れたやつが最後なんだっけ、どこで買ったんだっけ、あの
カルディコーヒーファームとかで買ったやつ、200しかないから、まっすぐなくなりますよね。買わないといけないけど、なんだっけこれ、忘れた。グアマテラとか違ったか忘れちゃった。写真を見ればいいか。なんかよいしょ、あ、これこれ、ツッカーのブルボンだ。そう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 、それいや、これ結構うまかった気がするな、なんか。うん、悪くなかった。グアマテラはなんか昨日あれだな、なんかその長女が入塾テストを受けてる最中、1時間半あるのでその間時間潰しててくださいって言われて、北千住の椿屋カフェとかいう、北千住椿屋カフェ北千住丸井店に行ってなんか飲んだやつ、なんか期間限定でやってた。それがなんかガマテラメニューないか。あ、あるある、これかな。そこで飲んだやつですね。どれだったんだろう。これかな、椿屋スペシャルティーブレンドなのかな。うん、わかんない。それがなんかグアマテラって書いてあった。はい、よいしょ。さて、まあいいや、多分ですけどまた今日か明日じゃ間に合わないか、今日タリーズで買ってくるでしょ、新しい豆を。タリーズもね、結構5種類とか6種類とか売ってるんで、なんか、毎回同じのにならずに済むから割といいですね。うん、はい、次。なんかファイナルファンタジー14を再開しようと思ってて、かといってなんか私のデスクトップパソコンが、まあ、ほぼもう長男のものみたいになっちゃってるんで、なんか環境を新しく建てたいと思って、でせっかくあの MacBook Pro の M1 Max のやつあるから、なんか活かせないのかと思って、 Mac 版っていうのも一応クライアントを買ってあるんですけど、なんかいまいち動きが良くないっていうか、うん、微妙だったんで、ちょっとどうしようかなって言ってほっといてあったんですけど、なんか改めて調べてみると、どうやら、まあちょっとこれ正確かどうかわかんないんですけど、 Mac 版の Final Fantasy XIV はどうやらなんかクロスオーバーと呼ばれる、その Windows 版のバイナリを Mac で動かすためのなんか、なんていうんですか、ミドルウェアっていうかプロキシウェアみたいな、 API 対応をさせるための中間層のソフトウェアみたいなのがあるっぽくて、それを組み込んだパッケージとして Mac 版ですって言って売ってるっぽい、どうやら。わかんないけど多分そうなんですけど、そのクロスオーバーっていう部分のソフトウェアがなんか実はそのなんか汎用品として売ってるらしくて、汎用ソフトウェアとして、つまり Windows のバイナリを動かしたい人はこのクロスオーバーを使ってなんか Windows 環境のなんだろうな、 VM じゃないんですけど、なんかコンテナみたいなのを作って、クロスオーバーコンテナの上で Windows のバイナリを動かすっていうことがなんかできるらしくて、そのクロスオーバーがどうやらその M1 に正式に対応して最適化しているから、最新版のクロスオーバーを使うとそのファイナルファンタジー14の Windows 版がそこで割とサクサク動くよっていう噂を見たんですよね。でそれを Mac 版のファイナルファンタジー14がなんかその最新版のクロスオーバーの変更を取り込めば Mac 版がサクサク動くようになるわけだと思うんですけど、その対応を待ってらんないから待ってらんないので、クロスオーバーの最新版を入れて、Windows 版のバイナリをそこにインストールして動かすぜっていう感じらしい。それちょっとやってみようかな。ただクロスオーバーそのものが
有料のソフトウェアなんで、また買わなきゃいけないのかっていう。ただまあちょっと面白そうなので、まあやってみようかな。まあ気になるのは、その行為がなんか利用規約上大丈夫なのかちょっとよくわからない。どうなんだろう。でも Windows 上で必ず動かさなきゃいけないっていう縛りがあるか、なんかそんな利用規約だった記憶はないんで、わからん。ちょっともうちょっとざっと調べてみて、まあ大丈夫そうならやってみようかな。あんまり公言できない行為なんだとするとやめたいんですよ複雑な気持ちではあるんですけど、どうなんだろうな。 Mac 版を買うのが筋だって言われても、 Mac 版が M1 に最適化してないっていうか、そもそも最新のなんだっけ、モメンタリーっていう Mac のバージョンに対応してないので、やらざるを得ないがどうするっていう、よくわかんないですね。そこはちょっと厳しい世界なんで、はい、ざっと調べてこっそりやるかはい、なんか詳しい人がいたら教えてください。さて、なんか昨日の段階で、あのにゃんこ大戦争のこうプレイ動画をこう Vlog に入れるっていう試みを2日連続でやってるわけですけど、まあ今日もこの後ちょっとやろうかなと思うんですが、あのポノスっていうにゃんこ大戦争を作っている会社に、あのこういう動画になりましたっていう URL を送って、あの報告したんですよ昨日。そしたらなんか今朝返答が来てて、あの動画を拝見しましたと、素晴らしい動画でした素敵な動画をありがとうございますみたいな。内容を精査したら問題がなさそうなので、この調子でよろしくお願いしますみたいな感じでした。はい、よかった素晴らしいっていうか、なんか素敵な動画だったかどうかはまあさておき、まあ問題はなかったようなのでよかったっす。はい、なんでちょっと引き続きやっていくか。はあ、じゃあ今日のにゃんこやろう。待て待て、まず画面収録をしないといけないんだよな。画面収録スタート、2、1、スタートまあガマトトのお世話をして、なんか今日あれ出ないな、お宝広告、広告を表示することがない。なんか昨日やろうとしてたのがキャノンブレイク砲の開発ですけど、金塊をね集めなきゃいけないですよね。あとはアンモナイト、まあちょっと今日それをやると3日連続で素材集めみたいになっちゃって、うわギガガガが来てるよし、じゃあギガガガをやってみるか。じゃあその前に地図ステージをやりますか。はあ、はい、この地図を拾って、なんか地図を3時間かけて開くと新しいステージが出てくるっていうやつなんですよこれは。でこのステージはどういうステージかっていうと、メタル敵がいっぱい出てくるステージですね。でメタルの敵っていうのは、なんかドラゴンボールをやってる、ドラゴンボールじゃねえや、ドラゴンクエストをやってる人とかはおなじみだと思うんですけど、いわゆるメタルっていう属性の敵はいくら攻撃されてもあのダメージが1しか通らないっていうタイプ、わかりますなんですけど、なんかそのクリティカルヒットっていう概念があって、会心の一撃ですか、会心の一撃が出るとその1しかダメージが与えられない防御を突破して本来のダメージが出るから、まあ、一撃で倒せるっていう、そういう関係性ですね。まあ、それがニャンコの世界にもあって、つまり今みたいななんかメタルの敵がバンバン出てくるステージではクリティカルヒットができるニャンコを編成して出撃させる必要があるわけですね。はい、ギガガガ、
あ、春イベスペシャル、ついに来た。なぜついに来たって言って、この大乱闘春イベスペシャルっていうのをなぜ待ってたかっていうと、なんかこのニャンコメダルっていうやつで、まあ今までクリアしてきたステージのアチーブメントがここに集まってるわけですけど、これかな、この春イベを、春イベスペシャルをクリアしたっていうメダルがまだ手に入ってないんですよ。でこれをクリアするとこの季節大集合イベントを全てクリアしたっていうメダルが手に入るので、今回春イベスペシャルをクリアすることによってメダル数が2つ増えると。はい、こういうアチーブメントのシステムっていうのは結構いろんなやる気を出させてくれていいですよね。はい、なんだっけ、どういう敵が出てくるんだ、全然わからない、全然わからないから適当な編成でいくか。よいしょ、どうしようかな、どういう編成でいけばいいんだ。とにかくこのニャンマニャンマと、あとはなんか守ってくれる人と、あとはカサ地蔵ですか。この辺がいわゆる無敗編成と呼ばれるやつで、まあ、この編成にしとけば初見のステージでも、まあ、まず負けないよねみたいな、まあ、負けることもあるんですけど、例えばこの編成でさっきのメタルステージが出たらクリティカルヒットができるニャンコがいないので、まあ押し込まれてゲームオーバーになるわけですけど、なるほど、こういう感じか。うわ、何これクマが、あ、そっか、まだステージのレベルが低いから弱いですね。全然余裕でした。はい、なるほど、こういう編成か。こう白い敵と赤い敵が出てくるステージっぽいですね、どうやら。で今までのなんか傾向からすると、最初のステージが赤と白だったら、まあ、ずっと赤と白ですね。あ、違う、黒も出てきたわ赤と白と黒か、うん、このなんかサイに乗った武者みたいなやつは多分赤属性と黒属性のハイブリッドですね。だから赤に強いとか黒に強いみたいなニャンコ、どっちを連れて行っても大丈夫というパターンですね。そういう意味ではこの真ん中にいるカサ地蔵が黒に強いので大丈夫そう。やった、これでもわし去年取り組んだ気がするけど、わしがニャンコ、あ、やべメタルだダメだ、メタル編成に変えないとダメそうだ。まあこういうことがありますね。うん、こいつじゃなくてクリティカル、こいつを連れていけば大丈夫か。まあ、こういうことがあるんですよね。10秒以内であれば統率力が戻ってくる。いやー、びっくりした。まあ、これでいいだろう。このネコジュラザウルスがすごくクリティカルが出るんですよ。はあ、このステージが終わったら今日終わりにするか。うん、なんか勝てるかどうか自信がなくなってきた。まあ大丈夫でしょう、このGデスハーデスがいればGデスハーデスはすごい体力が高いので無理やり押し込むことができる、それがメリットですね。はあ、なんとなく雰囲気で勝てそう。よし、お、報酬が美味しいですね。にゃんこチケットが3枚も。にゃんこチケット、結局最終的にはね、にゃんこチケットをたくさん
ゲットして、この青い玉を手に入れて、青い玉5枚でレアチケットを貯めていくというのが上級者の多分作法っていうか流れになってくる。はい、よし、にゃんこのコーナー終わり。時間来ちゃったなやばいな、一回だけキューブやるよ一回だけキューブをやって終わります。今日は、はあ、なんかこんぐらい曇ってると涼しくていいですね。なんかあんまりピーカン照りだと本当にグニャグニャしてきちゃって、なんか倒れそうはい、よいしょ、ふう、なんかあの新しく買った布教用キューブも回してるんですけど、やっぱりそういうのを回せば回すほどこのマグレブの8000円のキューブの素晴らしさというか分かってきますね。いかにこれが回しやすいか分かる。はあ、でもなんかもうちょっとね、やっぱそろそろね、なんか30秒切りみたいなのを目指したい気もしなくもないはい、終わった。今何秒だった？わかんないけど。じゃあ今日は終わりです。バイバイ。